今回は藤野駅から高尾山口駅まで南高尾経由でトレッキングしてみました。藤野駅を出た後、陣馬山、影の武山、小仏白山、大樽見峠、西山峠、草戸山、高尾山口という経路でトレッキングしています。では本編をどうぞ。長丁場が予想されるので、始発で藤野駅に向かいます。藤野です。出口は右側です。藤野駅に到着しました。跨線橋を渡り、改札口の方に向かいます。陣馬山までトイレがないので、藤野駅で用を済ましておきましょう。では準備ができたので、藤野駅を出発します。陣馬山のトレッキングにはいつもよく来るんですけれども、今回は陣馬山を通って、その後に南高尾の方を過ぎて高尾山口に進むというところをチャレンジしようとしています。今回の動画では右上に実際にかかった時刻ですね、そこを掲示しています。ちょっと皆さんの方で歩く時の参考になればと思って考えております。中央自動車道のトンネルを抜けると、すがすがしい山たちが出迎えてくれます。右側に沢を感じながら歩くことができます。この辺りはバスであれですね、陣馬山登山口まで行くっていう手もあるんですけれども、このすがすがしい川を感じながら歩くっていうのもとてもいいと思います。駅から歩いて18分ぐらいのところに陣馬山登山口のバス停があります。バスで行っても数分で着いちゃうんですけれども、歩いても18分ぐらいなんで、歩いていくのはいかがでしょうか。藤野駅から約20分ぐらい歩いていくと、陣馬山登山口の曲がり角に差し掛かります。陣馬山登山口の入り口から約30秒ぐらいで尾根の分岐のところに差し掛かります。今回は一の尾根を行くので、ここで一の尾根の方に向かって歩いていきます。陣馬山登山口の曲がり角から入ってしばらく歩くとですね、車道を登るところに差し掛かります。この車道の坂道を約8分ぐらい歩くと、実際登山道に入っていくことになります。車道の坂道は結構きついですよね。ただこの車道の坂道もそんなに長く続かないんで、頑張って歩きましょう。この車道も蛇腹に右左って感じで登っていくんですけれども、だいたい3往復ぐらいなので数えていくといいかもしれません。住宅街が終わる道に差し掛かりました。結構先の方を見てもらうと、いきなり山道になっています。整備されているので綺麗な道です。ここで結構迷う人がいるんですけれども、ここで右に回ると一応尾根の実際の山道の入り口となります。では曲がっていきましょう。はい、山道の入り口に差し掛かりました。ここは真ん中のところを歩いて山道に入ります。では根っこだらけの山道に入っていきます。山道のスタートのところって細いところが多いんですけれども、この陣馬山の一の尾根ですね、そこのスタート地点は案外広いですね。ただ歩道に比べると狭いんですけれども、歩きやすいです。ここは最初の上りですね。約10分ぐらい歩くような形で上りを進んでいきます。ここでくたばらないようにゆっくり進んでいきます。途中雨の翌日だと滑りやすそうな石がいっぱいある道を進んでいくような形になります。ここは雨の翌日だと滑って転びそうになるので、気をつけて歩きましょう。先ほどの山道の入り口からだいたい11分ぐらいで平坦な道になってきます。ここからは平らな道を縦走していくような形になります。ここで息を整えて進んでいきましょう。3分ほどあれですね、平坦な道を楽しんだ後、また上りになります。まあ、出だしの頃あるあるなんですけれども、まあ、最初の上りっていうのは結構答えますね。一旦慣れてしまえば結構そんな苦ではないんですけど、最初の30分ぐらいはちょっと辛いかもしれません。まあでもそこも乗り越えていく楽しみっていうのがあるかなと思ってます。まあ登っていくと途中で、すれ違うこともあるんですけれども、まあだいたいすれ違う時にはお声がけをかけるということをしていくのも、まあちょっとやっていくといいかなと思います。お、一の尾根の最初の難関というか上り坂が終わりました。ここにちょっとした休憩所があるので、ここで休憩をして、息を整えていくのもいいんですけれども、ここから平坦なので歩きながらちょっと体調を整えていくのもいいかなと思います。すがすがしい山道を通ることができます。まあそうは言ってもちょっと息が荒れてるところはちょっと恥ずかしいんですけれども、こう息が荒れていますけれども、この山の中の自然の中ですね、ここを歩いていくと、日頃のあれですね、いろんなモヤモヤしたことが剥がれていくという感じを受けますので、是非楽しみながら歩いていってもらえればと思います。2つ目の急坂っていうほどでもないんですけれども、上り坂がやってきました。ちょっとこの辺1時間くらい経ってるのでちょっと疲れが出てくるんですけれども、ゆっくりかみしめながら登っていくと楽しいかと思います。途中表札があるので、ちょっともうここで限界だっていう方はエスケープルートをたどって下山していただければと思います。ここではあと残り 1.5 キロで陣馬山に到達という形なので、今まで歩いてきた距離に比べると、もうそろそろだなっていう風な感じを受けます。約1時間40分ぐらいのところで3つ目の辛い上り坂がやってきました。ただここでいいところは、この山っていうかここの上り坂を登ってしまえばもうラストスパートなんですよね。なんでちょっと頑張っていきましょう。ちょっと岩が結構出ているので、ちょっと滑らないように登っていきます。しばらく歩いていくと、木の根っこではなく丸太を横にした階段が見えてきます。この階段が見えてくるとあれですね、今回の陣馬山ではそろそろ山頂が近いという合図になります。ただちょっと後でわかるんですけども、この階段が案外辛いんですよね。だんだん頂上は見えてくるんですけれども、階段をですね、もう1時間40分歩いてる中で階段を登るっていうのが案外辛いですね。案外山道の方が歩きやすいので、ちょっと階段の脇のあれですね、土のうのところをちょっと歩いて、ちょっと階段の何て言ったらいいんでしょうね、階段の膝を持ち上げるって言ったらいいんですかね、その行為を極力避けて進んで登っています。このホトトギスの音色を聞きながら登っていくという感じで、優雅な感じがするんですけども、結構辛い感じですね。山の上のところに茶屋があるので、それの発電機の音がしてきましたんで、もうとうとうラストスパートになります。茶屋のところに到着しました。ここ茶屋なのでもうラストスパートですと。陣馬山の頂上には馬の銅像って言ったらいいんですかね、モニュメントがあるので、そこがそろそろ見えてきます。到着しました。陣馬山の馬のモニュメントです。だいたい藤野駅をスタートしてからだいたい1時間50分ぐらいのところになっています。頂上には結構椅子があるので、ここで休憩をとります。もう疲れ果てています。ちょっとあれですね、トレッキングポールとかちょっと今のところ使わないで登っているので、自分の足2つで頑張って登ってきました。ちょっともう顔に疲労が溜まっていますけれども、ここで終わりでは今回はないです。休憩を終えて出発します。もう一度馬のモニュメントを見て、から今度は高尾山の方に向かって歩いていきます。ちょっと気分的にはここあれですね、通り過ぎるとまああとは下山っていう感覚なんですけれども、まあ、下山だけであればいいんですけど、まあそうはならずに今回は南高尾を歩くということなので、ちょっと気合を入れるためにちょっと景色を見ながらちょっと体調を整えています。階段の下りはいいですよね。もうぴょんぴょん跳ねながら階段の下りを歩いています。私としては下りが得意なので下りの道が結構大好きです。この山歩きはやっぱりあれですよね、木々のすがすがしい、まあ、空気吸いながら歩いていくってところがいいですよね。この陣馬山から高尾山口の方に向かうルートはまあいくつかエスケープルートがあるので、ちょっとこれ以上無理だなって場合はエスケープルートから降りていければと思います。案外エスケープルートからあれですね、最寄りのバス停とか駅に行くのにもだいたい1時間ぐらいはかかるので、1時間を歩ける体力は残して歩いていった方がいいと思います。はい、明王峠に到着しました。そうですね、藤野駅からだいたい約2時間20分ぐらい経ったんですけれども、明王峠は昔茶屋があったみたいなんですけれども今はないのでトイレだけができるようになっています。それでは明王峠を後にして高尾山口の方に向かって歩いていきます。はい、ここにもエスケープルートがありますね。エスケープルートがある場所はいくつか見ておいた方が疲れ果てちゃった時に役に立つと思います。しばらく歩くとこの開けたところに到着します。この開けてるところですね、結構景色としてはいいと思います。ただ暑いんですよね、日が直接当たってくるんで、ここは帽子とか手ぬぐいとか工夫して歩かないと熱中症になっちゃうと思いますので気をつけて歩いてみた方がいいと思います。でこの開けてるところをちょっと過ぎるとちょっと狭い崖のところの脇の道のところを通るような感じになります。案外ここ楽しいんですけれども、ここ向かい側から人が来ると避けきれないので急ぎ足で渡りきっちゃおうと思います。途中巻き道ですね、ちょっとした山がいくつかあるんですけれども、そこを避けて巻き道を通るルートがありますと。で今回ちょっと距離を稼いでるので巻き道を通ってちっちゃな山には登らないで進んでいます。まあここら辺あれちっちゃな山を登っていくのも案外楽しいんですけど、ちょっと景色がちょっといまいちな感じがするのでいつもちょっと巻き道に歩いてしまっています。案外たくさんの人が歩いていますね。なんでちょっとまあどうしても抜かしたい時とかあった場合にはちょっと広いところに差し掛かったところでちょっと譲り合って抜いていくっていうのがいいかと思います。途中何度か階段が整備されているところがあるんですけれども、階段が整備されているところを階段で気合い入れて登っていけた時期もあったんですけど、最近はちょっと疲れ果ててゆっくり登っています。影信山が次の場所なんですけれども、影信山が近づいてくるとやっぱりちょっと山あるあるなんで急な斜面にいくつか出くわすことになります。影信山に到着しました。影信山にはあれですね、ちょっと登ってきた方角によってはちょっと見過ごしちゃうかもしれないですけど、こういうモニュメントがあるのでその前でちょっと写真とかもいいと思います。影信山には茶屋があるのでここで休んでいきます。ちょっとあれですね、頭を拭きながら休憩をしています。まあ久しぶりにちょっと山歩きをしたのでちょっと疲れてる感じになっています。時任無一郎くんのまあ育ったということになってる「鬼滅の刃」に出てくる影信山です。だいぶ休憩したので回復してきました。なのでまあちょっとあれですね、出発の準備をしています。では影信山を離れて次の小仏峠の方に向かって歩きます。大仏峠に向かう道は結構砂利道になっています。なのでちょっと滑らないように気をつけながら歩いていきましょう。砂利道でも下りが強いので、下りは結構サクサク歩いています。小仏峠が見えてきました。ここには休憩する場所がありますので、休憩していきましょう。すっかり空いてますね。ちょっと座って休憩しましょう。ここからの眺めも結構綺麗なので、秋になると紅葉とかでさらに綺麗なんですけれども、この新緑の季節も綺麗なので写真を撮ったりとかして、ちょっとゆっくりと休憩をしていきます。休憩を終えて、じゃあ出発します。ちょっと装備を準備して、日焼け対策の帽子ですね、帽子をかぶって、イヤホンをつけて出発しますと。イヤホンもこれはあれですね、耳を塞がないタイプなので、歩いてる最中なんか問題が起きたとしても声が聞こえるようになっています。小仏峠からちょっと進むと、いろんな生き方をチャレンジした人の、地図とかが置かれているので、興味がある方は見ていったらと思います。さて次は小仏白山に向かって歩いていきます。小仏峠と小仏白山はそんなに距離離れてないので、ちょっと楽しみながら歩いていきましょうというところなんですけど、ここの階段も結構きついので、ちょっと譲り合いながら進んでいくような形になっています。階段を上りきるとあれですね、相模湖が一望できる休憩場所に到着することができます。ここであれですね、天気が良ければ遠くの方まで見えるので、フォトスポットみたいな感じになっています。それでは白山の方に向かって歩いていきます。結構白山って名前がつくところ多いんですけど、ここは小仏白山って呼ばれてるみたいなんですけど、小仏峠の近くの白山というような形になっています。階段が見えてきたので、白山の近くに差し掛かってきています。ここら辺ちょっと前まで巻き道の方が閉鎖されてたんですけれども、閉鎖が解かれているみたいなので、今度ちょっと巻き道の方にも行ってみたいと思っています。はい、小仏白山に到着しました。小仏白山にも大きな茶屋があるので、ちょっとまたここで休憩していきましょう。すごい暑かったんで、今回はっていうか毎回あれですね、最近はかき氷を買っています。で、今回のかき氷はちょっとあまりにも大きかったので、半分席に座る前に落っことしてしまいました。落っことしてっていうよりかは、自分の足に半分乗っけてしまったので、かき氷は半分の大きさになったんですが、半分の大きさでもかなりでかいですと。約20分ぐらいかけて、食べきりました。もうちょっと食べきった感で満足した顔で、最後のところを飲んでいるような感じになってます。では小仏白山を出発して、次の大垂水峠の方に向かって歩いていきます。小仏白山からは高尾山の方に向かう道と大垂水峠の方に向かう道と分かれています。はい、分かれ道に差し掛かりました。ここで大垂水峠の方に進んでいくんですけれども、大垂水峠の方は同じように下っていくような人ってあんまり見かけたことがなくて、だいたい向こう側からやってくる対向の方を見ることが多いですね。なのでちょっと向かってる人っていうのが少ないのかなと思っています。秋口にここに来ると、草っていうのが結構もう枯れていて、すごい広い感じを受けるんですけれども、この夏になりかけの新緑の季節ですね。途中沢の近くを通るので、ちょっと沢の音を楽しみながら歩くことができます。一旦ここで車道の方に出ます。ここに大垂水峠のバス停があるんですけれども、1日1本しか来ないんですと。なんでちょっともしここでリタイアする場合はそのバスを狙った方がいいんですが、ちょっと時間がたまにしか来ないっていうのと、設定されてる日も限られてるので、ちょっとそこはあれですね、時刻表を見てから乗られた方がいいと思います。過去に一度だけもう超ギリギリで乗ったことはあるんですけれども、そこも乗れなかった場合ちょっと歩いていかなければいけないので、山は歩かなくてもですね、この歩道がない車道を通っていくっていうのはかなり危険なので、まあ、そういう場合はあれですね、高尾山の方に戻ってもらうか、もしくは南高尾ルートで頑張っていってしまうかというような形だと思ってます。車道をまたぐ歩道橋を渡って南高尾の入り口に向かいます。こう最初のあれですね、南高尾の方の入り口のところの道は結構細いですね。なのでちょっと気をつけながら進んでいきます。まあ、この辺鉄パイプで補強してあったりとかするところも一部あるので、ちょっとここは注意しながら歩いていきましょう。落っこちたらもうすごい大怪我ですからね。まあ、ちょっとすごい長く続くような登りってないんですけれども、さすがに5時間も歩いてもう22キロを超えてるとちょっと体にこたえますね。ゆっくり登っていきます。大樽見峠から南高尾に入ったところの最初の山なんですけど、大洞山ですね。そこに到着しました。大樽見峠からもう3キロ歩いたんですね。まあ山だと結構3キロって案外近い気がするんですけど、平地で3キロ歩くと結構距離があるんで、それも山の七不思議かもしれませんね。鉄塔が近づいてきました。この鉄塔がたまにあるんですよね。で、似たような雰囲気で鉄塔があるので、ちょっとデジャブを感じる時があります。まあ、ちょっと終わりの方でも同じような鉄塔の風景が見れるので、ちょっと後でのお楽しみとして撮っときながら進んでいきます。そろそろ休憩の施設があるはずです。ちょっとあれですね、だいぶ疲れてきたので休憩をしながら、ちょっと水分を取りながら進んでいます。では高尾山口の方に向かって歩いていきます。この辺りは結構道標がところどころにあるので分かりやすくていいですよね。ちょっと道標がなくなったらちょっと迷ってると思って動いた方がいいと思います。かなり年季の入った道標があります。まあ、どっちにしろここは分かれ道ではないので、そのまま進んでいきます。南高尾のルートはところどころに休憩場所が設定されているので、案外ちょっと歩いてても楽しい感じですね。まあ、疲れた時に休めるっていうところはいいですよね。途中に景色が良い、まあ、休憩所があります。ここから見た景色はあれですね、湖って言ったらいいんですかね、人工湖が見える休憩所になっています。そうですね、下の方にちょっと見えてます。なんでここで一旦ちょっと休憩して先に進んでいきます。休憩所が見えてきました。ここには木に銃が彫られたオブジェがあります。結構細かく彫られてますよね。ちょっと見入ってしまいます。さて休憩所を出発して次のところに進んでいきます。ちっちゃな看板が見えてきました。よく見ると西山峠って書いてありますね。ちょっと西山峠を通過します。ふれあい休憩所が見えてきました。でもさっき休んだんで今回は通過します。草戸山に到着しました。ここには結構休憩所があるので一休みしていきましょう。では草戸山を出発します。ちょっといきなり急な下り坂になっています。高尾山が見える草戸峠に到着しました。遠くに高尾山が見えます。デジャブな鉄塔が見えてきました。やっぱりさっき見たような雰囲気なんですけれども、ここはさっきの場所ではありません。草戸山から登ったり下ったりが続きます。数えてみたんですけれども、まあ登りですね、登りがだいたい13回過ぎると、まあ、最後や高尾山口の折り口の分岐点に差し掛かるようになっています。とうとう高尾山口へ降りる分岐点に到着しました。このまままっすぐ行くと高尾駅の方に向かえるらしいんですけども、まあ、今回は高尾山口の方に降りて温泉に入ろうと思っています。高尾山口の分岐のところから約14分ぐらいで山を降りてきました。麓の蕎麦屋やお団子屋さんを過ぎていきます。まあ、なぜとろろ橋というか分かりませんけれども、とろろ橋を渡っていきます。高尾山駅前の極楽湯に到着しました。今回の最後の地点になります。それではルートを振り返ってみましょう。今回は中央線藤野駅から陣馬山経由小仏城山、大樽見峠経由草戸山、高尾山口に向かいました。総計 27.9km の道のりになりました。小仏城山からはだんだんペースダウンしてきて、大樽見峠のところではもうかなり、ペースダウンしていました。南高尾においても、エスケープルートがあるので、ちょっともうさすがに無理だなって思った時は、エスケープルートを使おうと思っていたんですが、なんとか歩き切ることができました。この距離ちょっと長いかなと思うんですけれども、夏の期間ですね、日が長い時は長距離で楽しめるのでいいと思います。是非ちょっと皆さんもチャレンジしてもらえればと思います。いかがでしたか？興味がありましたら、いいねボタン、チャンネル登録をしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。